霊界案内人の市川霊蔵です。埼玉森縛りで来まして、心理スポット二つ目はですね、埼玉県上尾市の原市という場所にある、上尾ふるさとの緑の景観地という、場所に来ています。お笑い好きの方はちょっと、まあ、原市って聞いたらピンとくるかと思うんですけど、まあお笑いコンビのですね、原市ですね、二人の出身地がこちらということでですね、でですね、まあ高校に来た理由っていうのがですね、心霊系、まあ興味ある人はまあ富士の樹海といえば、青木ヶ原樹海といえば、まあ、まあかなりメジャーな場所ではあると思うんですけども、上尾にも実は樹海がありまして、これから行く、上尾、ふるさとの緑景観地という場所はですね、富士の第二の樹海と呼ばれておりまして、あんまちょっと明らかに言えないんですけど、その自殺の名所みたいになってまして、ちょっと身を引き締めてちょっとこれから突撃していきたいと思います。埼玉県上尾市にある上尾ふるさと緑の景観地、古くから富士の第二の樹海と呼ばれており、それ以外にも真偽不明の噂がある。この森はかつて個人所有の土地であったが、この土地をめぐる遺産相続で家族内で殺人が起こり、行方不明者が増えていった。また殺人を犯した者を首を吊り自殺したという、なんとも血生臭い噂。自殺の名所であることから自殺者の霊が現れるという。はい、ということでですね、入り口までやってきました。無線山と同じようになんか自然保護というか、そんな感じなんですかね。まあ周りが中学校すぐそこか、中学校なのかわかんないけど、明るいんですよね。じゃあちょっと突撃していきたいと思います。まあこちらも同様にですね、かなり静かですね。風の強い日は林に入らないように。ああ。まあ、心霊以外にも、こういうところに気をつけながらちょっと、行きたいと思います。昔の話になってしまうんですけど、実家の近くの森もなんかこんな感じで昔はよく遊んでたなってことをちょっと今になって思い出しました。まあ、でもちょっと近くに道路があるから車の音がちょっと遠くから聞こえてくるんだよ。まあただこっちも無線山と同様にやっぱりうっそっとした感じで、中に入ってしまうと暗いですね。ただ今んとこは第二の富士の樹海って言われてますけど、
嫌な感じはしないですね。まあ、小付け上司みたいに一攫するようなバキバキって木が常になってるとか、そういったこともないんですし、うん、なんか人の声が聞こえたな。気のせいかな。なんかあれかな、道路あるのかな。ああ、なんか人がいるな。いや、中学生かなんかちょっとよくわかんないですけど、肝試しに来たのか。めちゃめちゃはしゃいでんな。おお。広いですね。思ってたよりか。まあでも、肝試しで来るぐらいだったら、やっぱこの地元じゃ有名なんですかね。その先がもう道路なのかな。だから車の音がしてたんだな。まあちょっと第六感でまあなんか感じたら定点カメラの検証でもしようかなと思ったんですけど、なんかそんな感じもなさそうなんですね。なんか何も感じないですね。なんか実は隣接する土地に墓地があったりとか、そういったこともないんで、まあこれはなんですかね。まあ雨しのぎの東屋的な感じですかね。ですね、もう、だいたい一通り回ったのかな。定点カメラの検証もちょっと考えてたんですけど、多分、ここはしてもしょうがなさそうですね。
最後に写真を撮ったのでご覧いただきたい。霊界案内状、次回は砲台の運搬目的に作られた軍用トンネル、千田トンネル。千田トンネルというまあトンネルがあるんですけど、なんかもう入る前からめっちゃ暗いんですよね。ですね、千田トンネルの、まあ、手前の場所ですね。なんか栗浜更新塔、トンネルと関係あるんですかね。これ見えました、カーブミラー。なんかもうこの時点で出てきそうな。異常にちょっと静かすぎて逆に怖えな。